的中率抜群、当たる競馬予想、アーソン .tv 競馬部 MC の愛を言うです。新型コロナの感染者が増えたり減ったりで、まだまだ油断禁物なので、今回も自宅からリモートでお送りします。皆さんもご注意ください。今回も前回同様、大人気ゲームの馬娘から、名馬ライスショーのコスプレでお送りします。競馬部は JRA でおととし8月の札幌記念開催週から92週連続的中。地方交流競馬を含めてなんと97回連続的中しています。先週は日本ダービーをはじめ全部で3レース予想しましたが、きのこちゃんは目黒記念の1レース的中。ゆかみ坂織は3レースすべて的中。守護神ムーさんは日本ダービーの1レース的中。いよいよ地方交流競馬を含めて100回連続的中が見えてきた絶好調の競馬部の予想で、今週も春競馬を楽しみましょう。馬券は競馬部のお気に入りのスタッフの予想にご自身のお好きな馬を加えて三連複や三連単などを購入しても面白いですよ。今回は安田記念の予想に競馬部の守護神ムーさん、そして鳴尾記念では少ない資金で大きなリターンを狙うワンコイン競馬予想を公開しているココンコちゃんの予想もお届けいたします。こちらも楽しみです。今回予想するレースは日曜東京11レース芝1600メートルで行われる春の東京 G1 連戦のラストを飾るマイル王決定戦、 G1 安田記念。土曜中京11レース芝2000メートルで行われる G3 鳴尾記念。以上、今週は厳選した2レースの予想をお届けします。それでは日曜東京11レース芝1600メートルで行われる G1 安田記念の予想からです。今年は18頭立てフルゲート。まず今年は講師含めて31回の万馬券を的中させている編集長きのこちゃんの本命は、現在まで21勝2着17回3着18回連帯率およそ 18%、 リーディングは先週より1つ上げて26位。世界中の騎手の中で一番好きな池添健一騎手騎乗、7枠13番ソングライン。前走はサウジから帰国後初のレースが G1 で 0.3 秒差の5着は能力のある証拠。金量増しが気がかりですが、そこは池添騎手の手綱さばきで何とかしてくれるはずなので大本命とのことです。対抗は現在まで31勝2着34回3着36回、連帯率 26%、 リーディングは先週と変わらず11位。外国人騎手で一番好きなミルコ・デムーロ騎手騎乗、2枠3番ロータスランド。広い左回りはベストだと思います。 G1 で構想してきたのでそろそろタイトルを奪取してほしいので対抗ですとのこと。ターナは現在まで27勝2着31回連帯率およそ 25%、 リーディング19位。田辺博信騎手騎乗、4枠8番イルーシブパンサー。休み明けは連帯率 100% ですが、 G1 で通用するのかちょっと心配なのでターナ評価にとのこと。レンアナは3頭、現在まで23勝、2着11回、3着17回、連帯率およそ 25%、リーディング22位。藤岡祐介騎手騎乗、7枠15番、セリフォス。前走は休み明けで 0.3 秒差の4着は評価できると思います。
唯一の3裁判の主訴、有利な金量を生かせれば勝ち負けの可能性もとのこと。現在まで56勝、2着36回、3着31回、連帯率およそ 24%、リーディングは先週と変わらず2位、岩田未来騎手騎乗、1枠2番、バンドギャルド。昨年11月から海外を転戦していますが、確実に力をつけていると思いますし、勢いのある騎手が騎乗するので期待したいとのこと。現在まで4勝、2着4回、3着11回、連帯率およそ 4%、リーディング73位。丸田京介騎手騎乗、8枠18番、ナランフレグ。例年に比べて成績は伸びていませんが、ここ一番で高松の宮記念を制したように、一発に期待して連穴にとのことです。馬券は、本命、世界中の騎手の中で一番好きな、池添健一騎手騎乗、7枠13番、ソングラインの単勝副賞と、総流しで、馬連、本命ソングラインと対抗ロータスランド、単穴イルーシブパンサーのボックスで馬単と3連単。推奨馬6頭の3連複ボックス、ソングラインの7枠から枠連総流し。さらに、人気薄のミルコ騎手騎乗の2枠3番ロータスランドのワイド推奨馬5頭への流しで勝負するとのことです。買い目はご覧の通りになります。ただいま、買い目表示中です。ご覧の買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券を購入してください。次に、お守り代わりのお尻のアップ写真の効力が切れたとのことで、違うグラドルの撮影会に参加して、新たにたくさんのお尻のアップ写真を撮ってお守りにし、先週も3レースすべて的中したガミ坂織の本命は、前走7着に敗れた中山記念から立て直しを図っている2枠4番ダノンザキッドとのことです。20年のホープフルステークスを勝った実績もあり、先月26日の一周前追い切りでは、立冬、半路で自己ベストを0秒8更新しております。管理をする安田隆之調教師は、完成されてきた。中山記念からのぶっつけですが、本当に良くなった、とコメントしており、ガミ坂織は、先週の日本ダービーでは、本命に推奨したダノン陣営プラス川田騎手のダノンベルーガは惜しい4着でしたので、今回は改めて勝ち負けを期待すると申しております。対抗は管理をする松下調教師が、今回は展開が向きそうな気がします。2番手でもいいが、何が何でも逃げたいという馬は見当たらないよね、とコメントしている。8枠16番、レシステンシア。ターン穴は管理をする木村調教師が、前走のダメージはなく仕上がりはいいとコメントし、鞍上には先週の日本ダービーで見事に勝利した武豊騎手を迎え、今回勝負気配のする4枠7番ファインルージュ。レーナナは今回は3頭。皐月賞と日本ダービー2着、昨年末の香港マイル3着とコンビを組めば副賞率 100% を誇るレーン騎手が騎乗する8枠17番サリオス。今回唯一の3歳馬であり、54キロで出走できる7枠15番セリフォス。昨年の NHK マイルカップを勝った実績があり、前走のドバイターフ8着からの巻き返しを図る5枠9番シュネルマイスター。馬券は本命2枠4番ダノンザキッドの単勝副賞と、馬連3連複推奨馬5頭へ流し、ダノンザキッドの2枠から枠連総流しで勝負するとのことです。ガミ坂織のお守りお尻のアップ画像が欲しいですとの問い合わせが来ています。競馬部ではモデルさんの許可が出たら一部公開します。買い目はご覧の通りとなります。ただいま買い目表示中です。ご覧の買い目はあくまで参考ですので、
ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。続いて、オークスではムーさんが赤星に指名したスタニングローズがあわや優勝かと思わせる走りを見せ、後輩とウマレンを的中させた競馬部の守護神ムーさんの赤星は、ハーツクライ3区4枠8番イルーシブパンサー。前哨戦では他の馬を子供扱い、昨年の夏を境に本格化、 G1 でどのような走りを見せてくれるか楽しみですとのことです。もう一頭はルーラーシップ3区7枠14番ソウルラッシュ。イルーシブパンサーと似たような経緯、本格化した今なら G1 制覇も見えてきたと思うので赤星に。他の推奨馬はアメリカンファラオ3区1枠1番カフェファラオ。血統的にはダートの方がいいと思いますが、初芝の適距離ではない函館記念で 58.5 キロを背負い 0.7 秒差の9着は評価できます。得意なマイルで芝、 G1 制覇も名手福永騎手の手綱さばきで夢ではないと思うとのことです。ディープインパクト3区1枠2番バンドギャルド。戦ってきた相手は世界の一流馬、今年2戦目で走り頃で注意。ゴールドアリュール3区8枠18番ナランフレグ。前走激走の疲れが残っていなければ再度好勝負。ダイワメジャー3区7枠15番セリフォス。昨年のシュネルマイスターのように要注意の3歳馬。馬券は4枠8番イルーシブパンサーと7枠14番ソウルラッシュ2等軸の単勝副賞。イルシブパンサーの馬単総流し、ソウルラッシュの馬連総流し、2等軸3連複総流し、2等軸の3連単フォーメーション推奨馬4等へ流し、推奨馬6等の枠連ボックス。買い目はご覧の通りとなります。ただいま買い目表示中です。ご覧の買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。 G1 安田記念の予想は以上となります。次は土曜中京11レース芝 2000m で行われる G3 鳴尾記念の予想です。今年は10頭立て。まず編集長きのこちゃんの本命は、現在まで8勝2着7回3着12回連帯率はおよそ 9%、 リーディング先週よりワンランクダウンの50位。例年に比べ今年は好調ですが、まだまだこんなもんじゃない。松田大作騎手騎乗、8枠10番ヤシャマル。対抗は現在まで38勝2着40回3着33回連帯率およそ 24%、 リーディング7位、坂井隆成騎手騎乗、7枠7番湘南バルディ。ターナは現在まで37勝2着22回3着34回連帯率 26%、 リーディング8位、福永雄一騎手騎乗、8枠9番ジュラルディーナ。間違えました、ジェラルディーナ。レイナナは2頭、現在まで28勝2着33回3着28回連帯率およそ 19%、 リーディング15位、西村敦也騎手騎乗、5枠5番ギベオン。短期免許で来日を13勝2着14回3着8回連帯率およそ 39%、 リーディング39位にまで伸ばしてきたダミアン・レーン騎手騎乗、2枠2番ベルトライゼンデ。長期休養明けになりますが、前走まで世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手が騎乗していたのでレーン穴にしましたとのこと。馬券は本命松田大作騎手騎乗、
8枠10番ヤシャマルの単勝副賞と一等軸の水晶馬4頭へ馬単流し、馬連とワイド総流し、そして水晶馬5頭のボックスで3連複と枠連で勝負するとのことです。買い目はご覧の通りとなります。ただいま買い目表示中です。ご覧の買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。次にガミ坂織の本命は、日本ダービー3着の実績がある2枠2番ベルトライゼンデとのことです。今回約1年4ヶ月ぶりにレース復帰となりますが、ガミ坂織は1周前追い切り、最終追い切りと2周連続で自己ベスト更新しており、臨戦態勢は整っているので勝ち負けまで期待していると申しております。対抗は管理をする斉藤隆調教師が、落ち着きがあってやりたい調教ができた、タイトルを取って秋へ向かいたいとコメントする8枠9番ジェラルディーナ。ターナは管理をする矢作厩舎の柿崎助手が、動きがいいし元気いっぱいだねとコメントする4枠4番キングオブドラゴン。レンアナは2頭、脳の手術明けで約10ヶ月ぶりのレースとなる6枠6番アドマイヤージャスタ。今回と同じコースを参照しており、管理をする大野木助手がいつも通りの雰囲気で状態は良さそうとコメントする7枠7番湘南バルディ。馬券は本命2枠2番ベルトライゼンデの単勝副賞と一等軸の馬単3連複水晶馬4頭へ流し、ベルトライゼンデの2枠から枠連総流しで勝負するとのことです。買い目はご覧の通りとなります。ただいま買い目表示中です。ご覧の買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。続いてココンコちゃんの本命は、大好きな騎手ですが馬券の相性は最悪、それでも応援してしまう、現在まで69勝2着46回3着38回連帯率およそ 46% リーディングダントツのトップ、川田優雅騎手騎乗、7枠8番カイザーバローズ。川田騎手に中内田厩舎、勝負気配がプンプン匂うので本命とのことです。対抗は現在まで56勝2着36回3着31回連帯率およそ 24% リーディングトップに迫る2位、岩田未来騎手騎乗、4枠4番キングオブドラゴン。走り慣れた距離に戻るので期待の対抗ですとのこと。ターナは現在まで31勝2着31回3着39回連帯率およそ 17% リーディング11位、鮫島勝馬騎手騎乗、3枠3番サンレイポケット。実力馬たちと好勝負を繰り広げてきた実績があるのでタンアナとのこと。レンアナは2頭、現在まで36勝2着20回3着18回連帯率およそ 22% リーディング10位、松山康平騎手騎乗、1枠1番パトリック。もう一頭は坂井隆成騎手騎乗、7枠7番湘南バルディ。昨年の2着馬、同じコース距離の中日新聞杯も制しているので期待のレンアナ。馬券は本命川田騎手騎乗の7枠8番カイザーバローズの単勝と一等軸の総流しで馬単馬連枠連水晶馬5頭の3連複ボックスで勝負するとのことです。買い目はご覧の通りとなります。ココンコちゃんはまだ競馬部で結果を出していないので、今回はどうしても的中させたいとのことで買い目が多くなりましたが、お許しくださいとのことです。
中です。ご覧の回目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。今週の競馬部の予想は以上となります。今回の競馬部結果報告は競馬部の YouTube 説明欄や Twitter でも報告しますのでご確認ください。32年ぶりに牝馬が制した柏記念を的中させたきのこちゃんのプライベート予想を行う場合も Twitter で告知しますので、ぜひそちらもチェックしてください。さらに今回は予想に参加したココンコちゃんは少ない資金で大きなリターンを狙うワンコイン競馬予想を公開しています。特に競馬ビギナーの方には分かりやすくておすすめです。ぜひご覧の QR コードからチェックしてみてください。そして私愛を言うの今後の活動についての詳細は Twitter アットマーク愛を言う、 Twitter アットマーク AIOI アンダーバー YUU でご確認ください。 JRA は事前にネット予約で開催競馬場の指定席を購入したお客様のみ入場可能と発表しています。詳しくは JRA のホームページをご覧ください。まだまだ油断禁物の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、手洗いやうがい、洗顔、洗髪など予防をしっかりしましょう。外出する際はマスクはもちろん、髪の毛にウイルスの付着を防ぐため帽子を着用しましょう。感染予防はあなた自身や大切な方々を守るためです。それでは今回はこのあたりでお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。それじゃあまたね。